横エビは、甲殻アモン、南光図が短脚目に含まれ、我からとクジラジラミを除く、センテコーダタアモクに、ハイペリアプサイディアアモク、アンファロイディアアモク、コロマスタガディアアモクの3アモクを加えたものを指す。かつては、横ビアモクの総称であったが、2013年に、横ビアモクの一部のグループと我からアモクを合わせた、センテコーダタアモクが設けられ、その後横ビアモクが、 ハイペリアプサイディアア目、アンフファローイディアア目、コロマスタガディアア目の3ア目に分離され、現在に至る。メディアを再生する水深1898メートルの深海で撮影された、海オを底エビハイレンデリアギガスタン類の中でも特に主文化が進んだグループで、幅広い環境に多くの種が分布している。世界から9237種が知られており、 日本からは2015年現在で411種が報告されている。また、1万メートル以上のチャレンジャー海部地においても生息が確認されている。淡水にも温帯や冷帯を中心に1800種以上が見つかっている。陸生のものはそれらに比べれば少ないが、それでも200種以上が海岸の草むらや森の落ち葉の下に生活している。 スコットランドで撮影されたハマトビムシカの一種、タリトラスソルタとは野外においてしばしば高い密度で生息するため、自然界では分解者として、また他の動物の餌として重要である。例えば、川口域において、横エビ類が堆積した落ち葉を食べ分解すると同時に、魚類の餌となっている事例が知られている。人間にとっての利用価値は、ほとんどないが、 乾燥させたものが亀のカルシウム補給用の餌として販売されている。また、海水魚の飼育において、ネズッポルイマンダリニア、タツノオトシゴヤッコなどが人工餌に餌付かない場合に、生き餌として与えることがあるほか、食べかすの掃除等を目的として、水槽内に、胸部は7節に分かれ、腹部は3節。 ビブは種によるが基本は3節存在する名称に、エビとあるが10脚目ではない。体長は種により異なり、数ミリメートルから十数センチメートルに及ぶが、多くは数ミリメートル程度しかなく、1センチメートルを超える種は限られている。横エビ科など代表的な種において、体は左右に平たく、横から見ると半円形に似ている。エビと、 横ビ人の主な相違点として、以下の形態的特徴が挙げられる。高足は多様な形態を示し、勇敢闘争や祭事に用いられる二体の触覚を備え、第一触覚には三節、第二触覚には五節の束ぶがあり、そこから数節数十節に及ぶ朱鞭が生じる。種により、第一触覚し鞭の根元に、副鞭と呼ばれる、短い鞭部を生じる。 シュムチにヘラ上感角毛やカルセオラス、あるいはキャリナ法という器官を持つものが知られるが、種類によりこれを書く。副眼は頭部の外骨格に埋没している。基本的に副眼は一体だが、中央部で融合するものに追い備えるもの、小眼が分散傾向を示すもの、全く退化するものが知られる。第一に胸足は特に光脚と呼ばれており、 種によって様々な形状を見せる。左右非対称に発達するものや、全く消失するものも知られる。甲足は、多くが何かを掴む機能を持っており、有感闘争や捕食などに用いているとされる。横エビ類のエラは角胸足の底不板たに生じるが、エラを持つ胸足は種類により異なる。基本的に単純な袋型をしているが、種により、表面に、 中水様の突起を生じる。また、胸伏下側の中央部分に胸伏エラを持つグループも知られる。メスが卵を抱える器官である、副卵葉も、底こ伏板から生じる。伏説には、遊泳を行う原氏を備える。原氏には二つの伏師があり、羽毛状の剛毛を密制する。微説には、二つの伏師を備え倒しを一体ずつ備えるが、種により伏師は片方。 または、両方が消失する。肛門は、第三尾脂の付け根付近に位置し、その上には、微節板と呼ばれる器官がある。微節板にはしばしば種の特徴が現れ、形態分類を行う上で重要である。横エビ類の多くは、水性の定性生物だが、中には遊泳するもの、さらには陸性のものもいる。陸上生活をする、ハマトビムシ科の種は、跳躍力に優れ。 それぞれの和名も、飛び虫と名付けられているの動物も、飛び虫と呼ばれるが、同じ節足動物門ではあるもののアモンレベルで、異なる別物である。浜飛び虫科のジャンプは、足ではなく、腹部を下に曲げて、バネとする。高さは、体の数十倍から百倍に達し、捕食者の目をくらませるのに役立つ。内に潜り込む習性を持つものや、近遊泳性の種には、 底エビとの和名が付けられている。深海産は大型化する傾向があり、中には二十数センチメートルにも達する大型種もいる。チェコで撮影された高密度に生息する淡水性横エビ類石の下などの隙間に住むものは体を横に倒して生活することが多く、和名が横エビと付けられている。 石をひっくり返すと腹部を激しく振って泳ぎ出すが、深い水中では普通に体を立てて泳ぎ、再び石などの下に入り込む。これらの種は、第5から7、胸足を三脚のように展開して、平面上を歩き回ることができ、岩や海藻の表面も横向きのまま移動することがある。哺乳類、編集鳥類、編集魚類、編集軟体動物、編集、 ひも形動物、編集その他、編集ありに捕食されるハマトビムシ類ハマトビムシ科の一種、オークエスティア・キャマレラスが膨らむようないに卵を抱いている様子、ヨコエビ類は、メスの産卵直後に、体外受精を行い、卵及び、孵化直後の幼体は、メスの膨らむようないで、一定期間保護される。トンガリドロクダムシにおいて3倍体と思われる子有の、 形質を備えた個体が発見されることがあるものの、普通は私有遺体である。他の小型甲殻類と同様、メスは脱皮直後の外骨格が柔らかいうちにしか産卵しないため、オソガメスを獲得する戦略は多様に発達している。典型的な様式は以下の通りである。探索、編集を主に触覚を用い、嗅覚によって繁殖適期のメスを察知する。 交尾前ガード、編集ために特有の方法によってメスを捕捉することで受精可能なわずかな時間を逃さないようにする。ハマトビムシ場か、横エビ場か、端横エビ場かのように同じ向きで背面から抱え込むスタイルが一般的だが、真水横エビかや鎧横エビかは背面から交差するように捕捉する。ハレム形成、編集勇敢闘争により様が、 複数のメスを獲得し、支配下に置く。横エビ類の食性は、食食、肉食、兼濁物食など多様である。ただし、特化した食性を持つグループは限定的であり、大部分の横エビ類は、水中に浸しした動植物組織や有機採設物であれば、何でも食べるいわば、掃除屋の役割を果たしていると考えられている。以下に代表的な設置様式を示す。 食食者、編集、くちばし底エビ科の一種ポントクリティスアルトマリーナス。捕食者、編集、横エビ類は、賃に生息する、生物群集に含まれることもある。不肉食者、編集懸濁物食者、編集センスナ性横エビの一部と増感性横エビの、ほとんどが有機懸濁物を食べていると考えられる。横エビ類は、低質の表面に堆積したり水の流れに乗って、 漂っている見学物を触覚や顧脚を用いて集める。また、原子を使って水流を起こし、生管内部や底伏板の隙間を通過させることによって効率よく浮遊物を補修しているとされている。この行動は節置のみならず、自身の呼吸や卵に新鮮な水を供給することにも役立っていると考えられている。 ドイツで撮影された、ドロクダムシカの一種コリフィアムをオルテイター。ドロクダムシカは、泥の中に巣を掘って生活するものが多い。ヒゲナガヨコエビカは、主に保育のため海藻を綴り合わせて、巣を作る。ドロクダムシカやカマキリヨコエビカは、泥や砂の管を作り、その中に住む。細包むシ族サラパスやシルタフィアムは、緻密に作られた、筒状の巣に入ったまま水中を泳いで移動する。 ヤドカリモドキ類は、巻貝の殻に、小石や貝殻片をつなげてその中に住み、巣を引きずるように移動する。シャクトリドロノミカダイアピードウスやダリーキアはマスト状の構造物を形成し、子供を止まらせてしばらく同居する。これらを作成するために用いられる分泌物は、第3、4、胸足にある分泌腺で作られ、指節先端から、 セメント状内視市,市場になって排出されるため、アンフィポットシルクと呼ばれている。数道チェストイデアクリシリスで生物発酵が報告されている。ただし、独自の発酵期間は持たず、ホタルエビ等と同様に発酵バクテリアに由来すると推測されている。なお、日本では、栗本タンスの記した、センチュープにおいて、横エビの一種と思われる生物が発酵するとの記述が見られる。 大きそこえびリスンズグリラス大きそこえびリスンズグリラス深海産の大型種で体長15センチメートルほどにもなる。体色は赤で目は白色。海溝をそこえびと同様に体内に深海の水圧に対するように脂肪分を体内に多く蓄えこの脂肪を海水よりも軽くして数千メートルの深海底よりも親や,や髪型を泳いで餌となる生物の死体を探す。 ダイララボッチアリセラギガンテアアリケリデイカ、ダイララボッチ族。全種よりもさらに大型となる。横エビの中でも最大級の種類で、体長30センチメートル以上にもなる巨大種であり、同じく数千メートルの深海底を体内脂肪分を利用して浮力調節し、深海に落ちてきた生物の遺体を食べる。体食は淡カシ食。新江の島水族館で展示されている。 海港を底海海海オを底海ビハイレンデリア、ギガス世界で最も深い場所から見つかった動物の一つで、水深6000メートル維新の超深海底にのみ、生息する。ヒメハマトビムシプラトークエスティアジョイハマトビムシ科、ヒメハマトビムシ属。体長は1センチメートルほどで、体色は青灰色や赤灰色をしている。海岸の満潮線付近に多数生息し、普段は、 砂の中や石の下に潜っている。流れ着いた海藻や動物の死骸などを餌としており、それらを持ち上げると、たくさんの個体がぴょんぴょんと飛び跳ねる。他の横エビ類と比較してかなり発達が弱いものの、遊泳客を持ち、水中を泳ぐこともできる。従来、ヒメハマトビムシと呼ばれてきた種には、複数の種が内包されていた可能性が高いものの、識別するためには、 非常に微細な形質を検討する必要がある。オカトビムシモリノイアヒューミッコラハマトビムシカ、モリノオカトビムシ属。体長7から8ミリメートル。沼地や旧高田の周辺などに生息する陸生の横エビ。日本横エビギャマースニッポナンスス横エビか横エビ属。体長は1センチメートルほどで、体色は高褐色をしている。水の綺麗な川の 落ち葉や石の下に生息する。リケロガマルスビローススダイクロギャマースビロッサスヨコエビカ、ダイクロギャマース族、カスピカイ、国会原産のヨコエビの仲間、アカントガンマルスビクトリーアッコアンソギャマースビクターイ、アッコアンソギャマイディカ、バイカルコニ、固有のヨコエビで、炭水性ヨコエビの中では桁違いに大きく、背面に長く鋭いトゲを持っている。 琵和湖博物館ではロシアから譲り受けた個体を生態展示しており、世界で初めて妖体の養育に成功したことで話題となった。京都メクライオコエビスドクラングニックスキオトニツメクライオコエビ属。島根県、京都府などの洞窟や井戸などで発見されている。体長は数ミリメートルほどで、体は半透明の白色をしていて、名の通り目が退化している。 メクラヨコエビ族は、四国や北海道などに複数種が生息しているほか、ユーラシア極東部にも分布する。フロリダマミズヨコエビクランガニックスフローラダニス、マミズヨコエビ族。1989年に琴音沼まで確認されて、以降、日本各地で発見が相次いでいる外来種。日本在来の淡水ヨコエビとは異なり、比較的水質の悪い場所でも生息できる。 分類体系は、ローリーメイヤーズに基づき、その後の研究で改定された部分は個別に反映させた。和名は、石丸、平山、ジョドックによった。ハエレラ・アステカ公客が、ブーツのような形状をしているルコシー・エルトニノース。ありがとうございます。